今日はマストバイの日本株、今が買い時、中期目線で狙いたい日本株5銘柄を株価見通し解説付きで紹介します。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。 X デーとお伝えしていたアメリカジャクソンホール会議を無事に通過したということで、日本株市場は回復基調が続いています。9月4日にはトピックスが33年ぶりにバブル期後の高値を更新しました。今年の日本株市場の活況の牽引役ともなっている外国人投資家は引き続き日本株に注目しているようです。今日本株はマストバイというスタンスには変わりなく、前回は短期目線で狙いたい5銘柄をピックアップしたんですけれども、今回は今が仕込みどころとして少し長い目で反発が狙っていきそうな日本株5銘柄を紹介したいと思います。ピックアップした5銘柄の着目ポイントや今後の見通しなどについてお話ししていきます。正直日経金株価のリバウンドについていけず出遅れたなぁと思ってらっしゃる投資家さんもぜひ参考にしていただけたらと思います。それでは紹介していきます。最初に紹介するのはカルビーです。カルビーは1949年に広島で松尾糧食工業所として創業されたのが始まりです。1955年にカルビー製菓に社名変更しています。現在はスナック菓子の国内最大手としてポテトチップスやかっぱえびせんなどロングセラーを多数抱えていまして、老若男女ファンの多い企業です。ポテトチップスの原材料は北海道産が大部分を占めているんですけども、天候の影響への対処で九州などにも産地を拡大中です。1991年に発売を開始したフルグラが健康志向の高まりから遅咲きのヒットを遂げています。今後はフルグラを収益源とした戦略を立てて育成中です。そしてかっぱえびせんがニューヨークの国際菓子博覧会で好評を得たことをきっかけに1970年にアメリカ法人を設立、その後ヨーロッパ中国に現地法人を設立するなど規模を拡大中でして、中国向けには EC も手掛けておりまして、カルビーの製品は北米中華圏でも人気の商品となっています。さらにアメリカペプシコと資本業務提携しておりまして、フリトレーブランドも展開しています。カルビーの動画撮影時点での株価は2987円50銭で、年間配当金は54円を予定しています。よって配当利回りは 1.8% となります。ちなみにカルビーは株主優待制度を行っていません。株主優待制度はないんですけれども、過去には上場10年記念といった形で株主に自社製品詰め合わせが送られてきたというケースもありますので、今後もそのようなことがあるかもしれません。なので気長に待っておきましょう。ここ10年間のチャートを見ていただきますと、株価は2015年につけた5700円、ここをピークに上値を抑えられながらの下落基調が続いてきています。ポテトチップスといえば同業の小池屋との比較ということなんですけども、ご覧いただいての通り株価の動きには差が大きくついています。小池屋は超安定株として知られておりまして、2017年以降はほぼ横ばいの動きだったんですけれども、足元では好調な決算を発表しまして急上昇を遂げています。ここから約 40% ほど値上がりしてきていまして、まあ、カルビーのこの低調な動きと比べますとかなりの差が開いてきています。この違いというのは業績の変化だと思います。カルビーは売上利益ともにここ数年変化がなく、前期は原材料価格の高騰による減益、今期も前期並みになりそうです。一方で小池屋はここ3年ほど着実に売上利益ともに伸ばしてきています。さらに小池屋は株主優待制度として自社製品詰め合わせを提供しておりまして、株主優待ファンが売却しないというのも安定感につながっているように思います。 PR、PBR ともに小池屋が高いのに株価が下がるどころか上がっているというのは、この株主への対応というのにも差が出ているように思います。ここ3年間の動きに目を移しますと、2022年の1月に2265円をつけてから、まあ、少しこう反発の気配が見え始めたといった感じにはなってきています。カルビーは利益率改善のために2025年度までに商品数を約2割削減すると発表しておりまして、今後は採算の悪い商品は製造販売を終了していく模様です。2025年3月期から稼働する新広島工場を軸に投資を加速して中国でのシェア獲得に注力するなど巻き返しを図る方針であることから、
まあ、ここからですね、逆張りといった形で、仕込んでおいて中期目線での反発が期待できると思いましてピックアップしました。2つ目に紹介するのは日例です。1942年に国内水産物販売製氷を統制する帝国水産統制が設立されたのが始まりです。1945年に民営化されまして日本冷蔵として再スタート。1985年に現在の日冷に称号変更しています。家庭用業務用の冷凍食品でトップ、低温物流も強く国内冷蔵倉庫業界でもトップの企業です。2005年に持ち株会社制に移行して事業を再編。加工食品の日冷フーズ、水産事業の日冷フレッシュ、低温物流の日冷ロジグループ、バイオの日冷バイオサイエンスが中核となっています。海外ではタイに鶏肉加工品の生産拠点がありまして、冷凍食品は家庭用業務用ともに市場拡大が継続中です。また海外での物流倉庫が拡大しておりまして、冷凍食品と並んで利益の柱に育成中です。日冷の本日の終値は3529円で、年間配当金は74円を予定しています。よって配当利回りは 2.1% となります。ちなみに日冷は株の集大制度を行っていません。ここ10年間の株価の動きを見ていただきますと、2017年以降2000台後半でのボックス圏での動きが続いてきました。ただ今年に入ってからは右肩上がりの動きとなっていまして、2017年につけていた上場来高値、3430円ここを9月に入って更新してきたという形でいい動きになってきています。業績は原材料価格の上昇の影響を受けながらも堅調となっておりまして、値上げ効果や物流事業の好調ぶりから拡大基調が続いていきそうです。それを受けて株価の上昇も同時に期待できると思いましてピックアップしました。現在の株価水準で PR は 20.1 倍となっていまして、食品メーカーとしては割安な水準で、チャート的にも綺麗な上昇カーブ、こう下値を切り上げながらですね、綺麗な動きになっていますので、さらに上場来高値を更新中ということで、戻り待ち売りもないことを考えますと、大きな動きではないものの、このままじわじわと株価の上昇を遂げていきそうな展開を予想します。3つ目は任天堂です。任天堂は1889年に花札メーカーとして創業しました。1983年に発売したファミコンが大成功して、家庭用ゲームの世界的企業へ成長を遂げています。ソニーグループのプレイステーションに主役の座を奪われた時期もあったんですけども、携帯ゲーム機 Nintendo DS と据え置き型ゲーム機 Wii が大ヒット。2017年3月に発売した携帯据え置き両用ゲーム機 Nintendo Switch が大ヒットしたことで、その座を奪い返しました。現在はマリオやポケモンなど人気 IP を活用したビジネス展開も始めています。4月28日に公開されたアニメ映画ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーが8月6日時点で国内の興行収入が135億3000万円を突破、2023年公開作品でトップに立ちました。また日本国内におけるユニバーサルピクチャーズ作品の興行収入成績では歴代ナンバーワンの新記録となります。今後も映像コンテンツを強化するなど IP の接触機会の拡大を図る計画です。直近の話題では、任天堂スイッチでマリオを題材にした特別モデルを10月6日に発売すると発表しました。マリオの赤を基調としたデザインで、充電ドックの背面にはマリオの影や隠しコインをあしらっています。10月にスーパーマリオシリーズとして約11年ぶりの完全新作を予定しておりまして、相乗効果で販売を伸ばす狙いです。任天堂の本日の終値は6358円で、年間配当金は147円を予定しています。よって配当利回りは 2.3% となります。ちなみに任天堂は株の集大制度を行っていません。年初来の動きを見ていただきますと、株価は6月29日に年初来高値6640円をつけてから緩やかな調整が続いています。8月25日の6073円をそこに、25日移動平均線、そして75日移動平均線をともに抜けてゴールデンクロスしておりまして、短期的な反発が期待できそうです。ゲーム株のカテゴリーを見ていただきますと、この赤い線ですね、コナミグループ、そして緑の線カプコン、こちらがですね好調の動きを見せる一方で、任天堂は出遅れている状態です。発売から7年を迎えた任天堂スイッチの売上の落ち込みをソフトでカバーしつつ、
後継となる次世代機の発売時期が近いという情報もありまして、次世代機の発表など期待感が集まる前に仕込んでおきたい銘柄です。この先については地合いの良さと為替も円安で推移していることから、再び7000台を目指して上がっていく展開を予想します。継続して買ってきているというサウジアラビアの政府系ファンドの動きにも注目しつつ、中期目線で株価の上昇に期待できると思いましてピックアップしました。4つ目はイオンフィナンシャルサービスです。イオンフィナンシャルサービスは1981年に日本クレジットサービスとして設立されました。以降保険、銀行代理店やローン事業に次々と進出しまして、2013年にはイオン銀行を連結化して現在の社名に変更しました。2020年にドイツアリアンツ生命を子会社化して生命保険事業にも参入しています。現在ではイオン系クレジットカード大手としてイオングループの総合金融事業を担う存在となっています。海外では香港、タイ、マレーシアに上場子会社を持っていまして、10カ国以上に進出するなどアジア展開を積極的に行っておりまして、カード業界でも屈指の規模を誇っています。足元では AI による審査と回収の高度化を進めまして、利便性と生産性向上を図っています。直近の話題では今年9月にふるさと納税ポータルサイトマイフルをオープンしました。期間限定でマイフルでふるさと納税の寄付をイオンマークのカードで利用すると、和音ポイントを基本の20倍申請するキャンペーンを実施中です。今年6月に経営統合した子会社のイオンクレジットサービスとサービスの拡充やカード事業を強化する一環と思われます。イオンフィナンシャルサービスの本日の割値は1269円50銭で、年間配当金は53円を予定しています。よって配当利回りは 4.1% となります。ちなみにイオンフィナンシャルサービスは株の集大制度を行っていません。ここ5年間のチャートを見ていただきますと、コロナショック以降はだいたい1200円から1500円台、ここでの間でのボックス圏での動きが続いてきています。現在の株価水準で PER が 10.1 倍、 PBR は 0.6 倍と割安株の多い金融業界ではあるんですけども、金融株が上昇している中で出遅れ感はあると思いましてピックアップしました。足元では銀行株を中心に株価が上昇してきているということで、高配当株が多い金融業界のイメージではあるんですけども、全体として配当利回りが低下傾向となっています。ただイオンフィナンシャルサービスに関しては現在の株価水準で配当利回り 4% ほどあるというのは購入タイミング的にはいいと思います。今期は減益の見通しなんですけれども、これは子会社の統合ですとか海外のネット銀行設立に伴う臨時費用がかさんだものによるものです。理由は明確となっていまして、肝心の事業の儲けというのは拡大傾向であることから、再びボックス券の上限である1500円台を目指した展開になると予想します。最後に紹介するのは三菱地所です。三菱地所は1937年に創業、総合ディベロッパーでは三井不動産、住友不動産と並んで業界トップクラスです。不動産の開発運営が主な事業でして、東京大手町丸の内地区に約30棟のビルを所有しています。マンション分譲については2011年に東和不動産を吸収合併してザ・パークハウスシリーズで高級感のあるマンションを販売しておりまして、業界大手の一角となっています。海外事業は 100% 子会社のロックフェラーグループを軸に米欧アジアで展開しています。御殿場プレミアムアウトレットなど日本初のアウトレットモールの開発、 J リートへのいち早い参入など挑戦的な DNA を感じる企業です。そして2027年には東京トーチがオープン予定です。東京駅日本橋口前の再開発、東京駅前時和橋プロジェクトとして開発を進めています。環境への配慮はもちろんのこと、災害時に復旧活動の拠点となるホール、緑あふれる屋外空間には生物の多様性を守る緑地や日本各地の魅力を詰め込んだ広場など、三菱地所の思い描くサステナブルを体現する街づくりを目指しています。次々と新たなプロジェクトの話題が出てくるのが三菱地所の魅力と言えます。三菱地所の本日の割値は2003円50銭で、年間配当金は40円を予定しています。よって配当利回りは 2% となります。ちなみに三菱地所は株の集大制度を行っていません。まずはここ10年間のチャートを見ていただきたいんですけども、株価は2013年につけた3350円、ここをピークに右肩下がりとなっています。業績はこの間堅調に伸ばしてはきているんですけども、業界ビッグ3を形成するこの青い線の三井不動産、
そして緑の線の住友不動産と比較すると株価は出遅れ感があります。あまりにも出遅れてますんで不思議な動きだなぁとは思ったんですけども、8月後半から株価が上昇し始めました。三菱地所の PBR1.1 倍なんですけれども、三菱地所が保有する不動産の含み益を勘案すると PBR は 0.4 倍程度となっていますので、隠れ割安株として注目を浴びているように思います。好業績、割安株といった形で、こういった材料を足がかりに今後もじわじわと株価を切り上げると思いましてピックアップしました。今後は出遅れた分を取り戻していく展開を予想します。ここ5年間のチャートを見ていただきますと、コロナショック直前の高値2283円がこれまで頭打ちとなってきているように思いますので、まずはここを抜けてくると一段高といった展開にも期待できそうです。今日のまとめということなんですけども、今回は中期目線で今のうちに仕込んでおきたいと思う日本株5銘柄をピックアップしました。それぞれの投資スタンスについてもお話ししましたので、ピンときた銘柄についてはぜひあなたの監視銘柄に入れておいていただけますと幸いです。今日は中期目線で今のうちに仕込んでおきたい日本株5銘柄を株価見通し解説付きで紹介しました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。